べちゃダメでありますよ。ガビー、また戻ってきちゃったのか。どうしたらいいのかな、ジェイス。あ、わかった。俺はちっちゃい時からこの音楽を聴くとすぐに眠くなっちゃうんだ。ガービーに聞こえるように音を大きくしよう。チェイスメガホンセット。寝ちゃったね。これは本当に、眠く。よくやったぞ。これでチューリップコンテストの優勝者はわしに決まり。残念だったな、グッドウィッシュ。クマのおまわりさんのせいで僕たちも寝ちゃった。効果ありすぎだ。おかしいわね。一体誰がこんな贈り物をくれたのかしら。ガービーも途中でいなくなっちゃうし。だから食べちゃダメだってば。ガービーが見つかったみたいですね。ガービー、ダメだよ食べちゃ。もう一体何なの。クンクン、この匂いは。クンクンクン、わかった。フクシー、猫アレルギー。うん。ニャンパトロールだ。全部ライバール市長の仕業だったのね。ガービーを使ってチューリップをめちゃくちゃにして。待つんだニャンパトロール。全員捕まえてやるぜ。こら、チョコマカするな。待つでありません。これは何とかしないと。機械、チューちゃんを持って視聴者に来てくれない。パウト、スパイゴーグルセット。あ、見つけたぞ。うん、アクシー、猫の毛玉、やめて。アクシー、アクシー。ケント、チューちゃんを持ってきたわ。ありがとう、スカイ。これでニャンパトロールの気を引こう。ああ、鼻がすごくブズブズする。アクシー、アクシー、アクシー。スカイ、ニャンパトロールを追って。スカイウィングセット。私のチューちゃんが。こんなおもちゃのネズミを追いかけてる場合じゃないだろう。さっさと花壇に戻ってちゃんといたずらしてこい。ほら、ケント、ニャンパトロールが花壇に。あとチューちゃんが壊れちゃった。大丈夫だよスカイ、チューちゃんもニャンパトロールもなんとかする。お願いね、ケント。今だ、ライト、スイッチオン。出しまして、今回のトラブルもパウッと解決。ケント、今すぐこっちに来て助けてくれ。わしの町のチューリップが全部食べられてしまう。あ、もう最悪だ。ガービーと仲良くなれてよかったじゃない。ねえみんな。あら、昨日は夜遅くまで頑張ったね。